ゃめちゃ腹立ってんだけど、クソムカついてるわ、ほんと。何回言ってもバカがさ、話聞かねえんだよ。何回言ってもバカと付き合うの、ほんと。もうなんかイライラするよな、ほんとに。同じ話を何度も何度もさせんじゃねえよ。イライラするわ、マジで。はいはい、ワタツ。バカは死ななきゃ治らないってよく言ったもんだよ、本当。うまいっすわ。あの人ボイパめっちゃうまいんだよ。この人めっちゃうまいんだよ。この人よくやってんだよね。めちゃめちゃうまいんだよ。この人よくやってる。めっちゃうまいよ。お金投げると千九って言ってる。何、人としてもマナー守れて。全然守ってるけど。おいそ、超うまいよ。超うまい。
ちゃくちゃうまいよ。いいよね。いや俺今投げ銭したけど、何ただり切ってお前と一緒にすんなよ。よく見ろよ。お前とは違うんだよ、ゴミが。パフォーマーのパフォーマンス聞いて投げ銭しなかったことなんか一回もねえよ。ゴミと一緒にすんな、てめえみたいな。花火100発ぐらい投げてもらってから言ってもらっていいですか。花火100発ぐらい投げてから言ってもらってもいいですか。こんちゃん家だよ。こんちゃん家。いや、ムカついてんだよね、リスナーのあまりの無能さに。
迷子だ迷子。分かんねえな、どうやって出るんだこれ、めんどくせえなマジで、めんどくせえな、どうやって出んだ、出方が分かんねえ。あれぐるっと戻ってきちゃったな、マジで新宿迷路なんだけど、ぐるっと回ってきちゃったよ、めんどくせえなマジ。広角レンズ欲しいな、広角レンズ100均の広角レンズ全然良くないから広角レンズ欲しいわ。あーなるほど、あーそっか、ホームレスまた増えたな。
あ、俺貧乏人に挨拶したくないから悪いね。貧乏人と一緒にされたくないんで。スタバ飲みてえな。スタバ飲もうかな。スタバ行っちゃう？スタバ行っちゃう？甘いもん行くか。ハロウィンウィッチフラペチーノってあるな。あれもう終わっちゃいました。甘いの飲みたかったな。スタバ KP したかったな。勉強になりました。素敵な写真ありがとうございます。ブロックセントに出てブロックされるやつが悪いんじゃん。ルール守んねんだから。俺無課金なんていらねえっつってんだから。ゴミだっつってんだから。金払わねえやつリスナーじゃねえと思ってっから。いらねえんだよ。いや、僕写真展やんないっすよ。ブロックされる方が悪いんだ。ブロックされる方が下手なんだよ、下手。金ねえんだったらさ、見なきゃいいんだから。マナーは守ろうね、マナーは。マナーは守ろうぜ。俺は金払って当たり前だと思ってるから。金も払わねえやつが俺に話しかけんじゃねえよ、ゴミが。てめえらが何しようが、どこで何やってようが俺には関係ねえから。薬飲んで。ゴミ野郎が。私いい加減にしろよ。支援する気がねえなら去れ。フォロー外せ。
とりあえず今日の日当足んねえから花火30発くらいよこせよ。全員でなんとかかき集めてこい。一人一発ずつ投げたら話早いから。で30発ぐらい欲しいから。一人一発ずつでもいいし、どっかから花火師引っ張ってこいお前ら。お前ら無課金にはもううんざりだよ俺は。お前ら無課金にはうんざりだよ本当に。ゴミ役立たず。ゴミだよゴミ。生きてる価値ないよ。お前ら無課金はダメだ。もう話にならない。バカで貧乏でクズだから。バカで貧乏でクズ。生きてる価値ない。あら、そうだね。
そうだね、まあまあね、うん、俺リーバイスの606しか履かねえから、お前ら貧乏人と違うからリーバイスしか履かねえから、リーバイスのヴィンテージしか履かねえから。おやつか、いいね、貧乏人と一緒にしないで。ヴィンテージパンツしか履かねえから、お前らユニクロでも履いてろよ。606スリムジーンズだよ。GU とかいい年した大人が恥ずかしくて履けねえよ。よくそんな恥ずかしいパンツ履けんな。いいとして GU とか恥ずかしくねえの、マジ。ザラとか絶対着ないから。俺ファストファッション着るやつダセーと思ってるから、こだわりねえやつ、こだわりねえやつはなんかユニクロとかザラとかだろ。ファッションにこだわりねえんだ。俺は着る服選ぶから。たまにねえやつがうるせえんだよ、ほんと。ファッションのファの字もわかんねえやつがよ。とんでもないです。あのペニーさんがすごいたんまりお小遣いくれました。ほんと助かりました。ほんとペニーさんに、ペニーさんにほんとありがとうございますってお伝えください。たんまりお小遣いもらいました。ほんとびっくりするぐらいお小遣いもらったんで、ま、ちょっとありえないぐらいもらいました。ほんとに多分ね、俺がね生活費苦しいの分かっててああいう風にやってくれたんだよ。めちゃくちゃいい人だよ。多分ロムってて、あ、ワド今月生活できねえのか、家賃払えねえのかっつって、それでさ仕事くれたんだよ。ありえないぐらいいただいたんで、本当ありがとうございます。ペニーさんにお伝えください。僕の私利私欲を肥やすためだけにそのお金を使いますと、タバコとかパチンコとか、私利私欲を全力で肥やすために、使わせていただくんでよろしくお願いします。だから俺ペニーさんが足怪我したの知らなくて、
すげえ大変だったんだね。写真見せてもらったけど、ペニーさん今足ぐっちゃぐちゃなんだね。花火は上がってんの待ってたらダメなんだよ。お前が上げるんだよ。お前が上げるんだよ。開放骨折っていうかね、肉がもうえぐれてた。あれ多分ね、ブーツ履いてなかったら、まあペニーさんと話したんだけど、ブーツ履いてたんだって。結構6万の厚手のブーツ履いてて、それでも肉えぐれてたから、あれ多分ね、ブーツ履いてなかったら足すっ飛んでたと思うよ。で、打ちどころ悪かったら死んでたと思う、本当に。いや男だよ本当。いや結構リスナーが引くぐらい俺もらったよ、ペニーさんから昨日連絡来て、なんかちょっと一日空けてって言ってくる。どうしたんすかっつったら、あの毎日調子悪いからっつって、だから買い物行ってさ、届けてさ、ただセッティングするだけなのにとんでもない額もらったよ。もう本当ありがたい。アイテムは上がるのを見るんじゃないよ、上げるもんだ。いやぐっちゃぐちゃっすね、ぐっちゃぐちゃね。良くなるといいけど。全然知らなかったよ。いや本当ペニーさんがうまくいくといいっすね。2年、まあ普通に運動できるようになる前に2年ぐらいかかると思うけど、リハビリ最初の半年きついだろうけど、暴れるはレディースの方がきついね。暴れるは圧倒的にレディースの方がきつい。ていうかもうレディースの販売なんかほぼ押し売りだからな、あんなもん。リピーター作ろうとか考えてないもんね。その日のノルマのことしか考えてねえ。レディースはしつこいね。いや言ったら買うっていう心理分かってんだよ、女の人の。断れないっていう心理をついてんだよ。だからあくどい商売なんだよあんなの。しかもギャあの給料安いしね。なんだっけ、セシル・マクビーの原宿の店長とかで27万とか手取りで言ってたもんな。えって思ったもん。セシルでそんな少ないのみたいな。いや、いい方だよって言われた。そんなもんでしょ。ハーブ。アパレルって。服嫌いになるよな。まあ、メンズはね、言われるからね。普通に声かけたら、うざいからって言われるから。
逆に買わなくなるの分かってんの。女は押し売りやってるだけだから。そうそうそう、自社製品売れなかったら買い、あ、在庫買い取らされるし、結構ブラックだよアパレルは。いや昔の話ね。東京のさ、お好み焼き屋でびっくりしたことがあるんだけど、マヨネーズ別料金だったんだよ。ありえる。俺もうびっくりしたの。え、マヨネーズないんすかって言ったら、あ、有料ですって言われて、で、いや、じゃあ有料でって言ったら、こんなパックのマヨネーズ出されたんだけど、こんなキューピーマヨネーズ。俺もう東京嫌いになるわ、ほんと。新宿嫌いになるよ。30円、意味が分かんないでしょ。いやだったらもう豚玉とかの料金に100円でも乗せとけよっていう。いやもうなんかこれ何なんだろうと思ったけど。100円もすんだこのプリン、びっくりしたわ。このプリン500円もすんの。お前ら本当にゴミだな。情けねえな、本当に本当にゴミだな。もう君たちにはがっかりだよ本当に。がっかり。働いたらそろそろ働いたら、君たち働いた方がいいよ。放送見てないで。お金ないんでしょ。
バイトでも掛け持てばやることないの？お母さんはなんて言ってるの、君たちのこと。考えた方がいいよ、本気で君たちは。あ、とんでもない。 むしろペニーさんからたんまりお小遣いいただいたんで、本当に助かってますよ、僕が。逆ですよ、ペニーさんが俺のこと助けてくれたんだよ。いや、もう才能がないよ、リスナーとしての才能がない。金もない、コメントも面白くない、うん、うごうの衆だよ、うごうの衆。あ、絶対言わないね。ペニーさんが俺にいくら渡したか絶対言わないね。だすげえたんまりもらったよ、たんまりもらったよ。ただお前らゴミには何も話すことはないね、うん、お前らとペニーさんは違うんだよ、ゴミ。なんでてめえみたいなゴミに話さないといけないんだよ、ゴミが。お前自分のことゴミだって気づいてないだろ。話しかけてくんじゃねえよ、ゴミが。どうしようもねえ、ゴミの分際で偉そうに。ゴミに発言権なんかねえんだよ。いや、暴言じゃないもん、ゴミじゃん。だってゴミゴミ、アイテム投げねえんだから。運営からしたらサーバーに負担かけてるだけだよ、こんなの。そうじゃないの、ここ有料サイトだから。課金サイトだから。アイテム投げねえんだから何の役にも立たないでしょ。普通暴言でも何でもねえよ。金がねえんなら働けっつってんの、遊んでねえで。アルバイト掛け持てよっつってんだよ。当たり前のことは当たり前に言って何が暴言なんだよな。働けよバカ。だから貧乏なんだよ、だから金ねえ金ねえっていつも言ってんだよ。お前ら悔しかったらバイトでも掛け持って金稼いでこい。どこが暴言なんだ、アホか。ただいま。お前と飲む酒はないかな。俺高い酒しか飲まないし、酒飲む相手選ぶから。
れた。疲れたな。なんか貧乏臭い酒飲む気ないから俺。あーとんでもないですよ。ペニーさんからすげーたくさんお小遣いいただいてるんで、逆に助けてもらったんですよ。僕がペニーさんに。ペニーさんめっちゃ優しいですよ。恩着せがましいこと一つも言わないで、たんまりもう多すぎるぐらいいただいたんで、はい、ペニーさんにお小遣い、逆に助けてもらったんですよ。そのペニーさんと比べてお前らは本当に役に立たねえな。ペニーさんのリスナーさんはこうやってマイクの設定ありがとねってアイテム添えてくれて、全員がゴミだな。本当和道リスナーはゴミ。ペニーさんは本当に素晴らしいリスナーさんに囲まれてる。素晴らしい。お前らはゴミだよ、ゴミ。和道が例えてあげようかなあ。どれくらいゴミか。2週間放置した生ゴミだよ。排水口のぬめりだよ、お前らなんて。ペニーさんのリスナーさんから学べよ、少しは。ゴミどもが恥ずかしくないのかよなあ。恥ずかしくないのか、そんな生き方してて。働けよ。恥ずかしいぞ。ペニーさんみたいな人が男って言うんだよ。恩着せがましいこと一つ言わずなあ。お前らペニーさんのリスナーさんの爪を煎じて飲め。恥ずかしいよ俺は。6年やっててこんなゴミしか集まんねんだから、恥ずかしいよ。ゴミしか集まんなくて悔しいのかなあ。悔しくないのかよなあ。こんだけ言われて悔しくねえのかよ。歯食いしばれ、歯食いしばれよ。故郷のお母さん泣いてるぞ。なあ、故郷のお母さんが泣いてるよ。おふくろさん元気にしてんのか、連絡してんのか。こんな姿見たら悲しむぞ。こんなことやるために生まれてきたのかお前ら。それでいいのか、
そんな生き方でいいのかよ。いいのかよ。なあ。いいのかよ。変わったな。変わったわ。本音で語れよ。本音で語れよ。忘れちゃったんじゃないの？初心を。初心を忘れてない？好きなら好きって言うんだよ。素直になれよ。もしかして俺のこと羨ましいのか？俺が芸能人と絡んで、俺が芸能人と絡むようになって、閲覧も大手で、街歩いてたらサイン求められて、お小遣いもらって生活してる俺が羨ましいのか？俺は自分の努力でここまで成功を勝ち抜いてきたんだよ。お前らがサボってる間に、お前らがサボってる間に一生懸命積み重ねてきたんだよ。努力が足りないんだよ、お前らは。努力が。自分をとことん甘やかして、逃げて、お前らそればっかりじゃん。人の足引っ張って。いつまでそんな生活するの？頑張るなんていらないんだよ。結果を出せよ。結果を。お前らの頑張りますなんていらないんだよ。結果だから。結果。結果が全てだから。そうやって自分の心に嘘をついてきたから、お前ら自分のやりたいことから逃げてきて、ずる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 、いい年こいて、いつ変わるんだよ。情けねえ。情けねえな。情けなくねえのかよ。お前らにはもううんざりだよ。うんざり。俺は次のステージ行くよ。悪いけど、このままだとここでお別れだよ。このままだとここでお別れ。俺のスピードについてこれてないんだよ。情けないよ、本当に。世間ではヒカキンかはどうかって言われてんのに、世間ではヒカキンかはどうかって言われてんのによ、恥ずかしいよ。恥ずかしいよ、本当に。
生ぬるく育ったな、ほんと甘やかすぎたな。俺の教育が間違ってたな。俺の教育が間違ってたよ。お前らみたいな生ぬるいゆとりだよ、ゆとり。お前らのことゆとりって呼ぶわ、ゆとりって。ゆとりだよ、ゆとり。俺と話がしたかったら俺のいるステージまで来いよ。悔しいだろ。俺のステージまで駆け上がって来いよ。俺と対等に話ができるその日まで。バカが。いつまで待たせんだよ。いつまで待たせんだよ。なあ。いつまで俺のこと待たせんだよ。しょうもない。泣いてんのか。泣いてんのか。顔洗ってこいよ。いいから顔洗ってこいよ。一回顔洗ってこいって言ってんだよ。いいよ、顔洗ってこい。俺はこのまま映画監督として、おそらく3年後にはハリウッドのレッドカーペットを歩いてると思う。その時にはテレビでお前らは俺がレッドカーペットを歩いてるところを見ることになると思う。インタビューで聞かれると思うよ。ファンについて何かありますかって、英語で。英語で。俺はその時に言おうと思ってる。何もありません。別に何もありません。日本語で。日本語で。悔しくねえのかって聞いてんだよ。ゴミが。いつまでそこのステージで、それでいいの？それで。それでいいの？いいの？世界に羽ばたくんだよ。世界に羽ばたくんだよ。
世界に。いいのかよ。タキシードも着ようと思ってるからね。背中がこう伸びてるやつね。背中の腰のところがこうピョーンってなってるやつだよ。俺は悔しくねえのかよ。しょうもない。いつまでたっても洋服の青山、ダボダボの袖が長いやつ、袖が長いダブルの洋服の青山だろ。お前らは、お前らなんてもんは。それでいいのかって聞いてんだよ。普段着はユニクロ。情けないよ。情けない。恥ずかしいよ。君たちは インターネットばっかり。彼女もいない。本当に恥ずかしい。彼女もいない。アニメばっかり。ダメだな。人として終わってるな。人として恥ずかしいよ本当に。俺さ、みんなには申し訳ないんだけどさ、今から500円のプリン食うからごめんな。俺だけこんなになっちゃってごめんな。お前らスーパーの3個くっついてるパキっておるプリンしか食えねえだろなあ。120円のスーパーの3個な四角いパキっておるやつだろ。俺はもうそのステージにはいねえから。見とけよ、配信ドリームだよこれが。俺今から500円のプリン食うから。お前らはスーパーのプリンでも食っとけよ。これが6年目の配信者だよ。なあ、時代は変わったんだよ。時代は、お前らが6年間コメント打ってる間に、こっちは見とけよ。悔しいだろう。悔しいだろうなあ。悔しいだろう。よく見とけ。これが俺とお前らの差だよ。
やることをコツコツやってきた人間がだけが見ろよ。分かったか。分かったのかよ。レベルの差を感じたのかって聞いてんだよ。その悔しさがいつかお前を助けることがあるんじゃねえの。忘れんなよ。今の気持ち忘れんなよ。今の気持ち忘れたらもう無理だよ。もう無理だよ。二度と、もう距離が半端なく開いてるから、距離が。もう手遅れだよ。俺は走り続ける気だよ。もう世界の和道じゃ収まらないよ。ねえ。今俺がなんて言われてるか知ってる？銀河の和道。気づいたらさ、セブンイレブンで値札見なくなってたわ。はい、出た。はい、今日のパンチライン。はい、出た。今日のパンチライン。セブンイレブンの値札見なくなったわ、俺。今気づいたわ。悔しいのかよ。別に食いたくもないのに、
サラダとか買ってるわ。健康とか意識してるから。お前ら低所得者はペヤング大盛り食べてる配信で笑ってろよ。うちも食べるとか言って、それ美味しいよね、笑超ウケる。ペヤングでも食ってろよ、ゴミなんだから。激辛ペヤング超美味しい、超ウケるとか言ってろよ。カップラーメンが主食？俺今日さっきケバブ食ったから。ケバブ、その時の俺知ってる？コカ・コーラ頼んでたよ、ケバブ屋で。ドリンクも頼むから。アルバイト3つ4つ掛け持って死ぬ気で働けよ。アルバイト3つ4つ掛け持って死ぬ気で働け。やっとまともな生活できるから、俺クラスの生活ができるようになるから。その時初めてわかるから、アルバイト3つ4つがむしゃらに働いてこい。寝ないでがむしゃらに。まず話はそれからだよ。まず話は根性ねえんだから。
ようこそここへ、遊ぼうよパラダイス、うんふんふん、ようこそここへ、遊ぼうよパラダイス、ようこそここへ、遊ぼうよパラダイス、ようこそここへ、遊ぼうよパラダイス、ようこそここへ、よいしょ。よいしょ。ダメだな。お前らがこんなにダメなやつだとは思わなかったな。ゴミだな。ゴミ、ゴミだよ、ゴミ、ゴミクズだよ、ゴミクズ。ゴミクズだよ。ゴミしかいない、ゴミしか。ゴミ、貧乏人。生きてて恥ずかしくないの、生きてて。お母さんなんて言ってんの、お母さんは。心配してると思うよ。あんたいつまでこんなことやってんのって言われてるよ。お母さん恥ずかしいって。子供じゃないんだからって言われてるよ。子供じゃないんだから。俺がお前ら従業員だったら全員クビ。クビだよ、クビ。クビだよ、クビ。あ、俺がなんで働かないか。俺ね、働く必要がないんだよね。働かなくてもいい身分だから。働かなくてもいい身分。君たちは才能がないから働かないとダメなの。俺は才能の塊だから働かなくても生活できるから。働かなくても。わかった。才能のある人間は働かなくても生活できるんだよ。才能のある人間は。じゃあもう飽きたわ。じゃあな、ゴミども、もう来んなよ。お前ら俺と釣り合ってねえから他行け、他。じゃあな。